ソブリンウェルスファンドとは政府が出資する投資ファンド。日本語では主権国家資産ファンドや政府系ファンドなどと称されることもある。石油や天然ガスによる収入、外貨準備口を原資とすることが多い。近年、世界的な資源価格急騰により資源供給国の割合が増えつつある。モルガン・スタンレーの推計によると、 2007年5月時点の世界の SWF の資産総額は2.5兆ドルであり、ヘッジファンドの規模を上回るとされている。大規模な投資をするため市場への影響が大きく、透明性が求められているほか、政治的意図を持った投資を懸念する声もある。アラブ市長国連邦のアブダビ投資長、シンガポールのテマセクト、シンガポール政府投資公社、マレーシアのカザナナショナル、 サウジアラビアのサウジアラビア通貨庁、中国の中国投資有限責任行使などが有名である。アブダビ投資庁は世界最大規模と言われている。日本でも設立が議論されている。以下に挙げられているものは大規模なソブリンウェルスファンドである。各国の SWF は資源による収入が多く、資源を持たない国の場合は外貨準備や年金を運用しており、 日本の場合公社に当たる。いわば元では借金で運用に伴うリスクは国民にあるという構図が成り立つので、日本の財務省は基本的に反対の立場をとっている。現在100兆円に膨らんだ外貨準備の運用先として検討されているが、外貨準備の大半は米国債であり、外貨準備の運用を SWF に切り替えた場合の債権市場に与える影響は大きい。 130兆円に上る年金積立金の一部運用も検討されているが年金積、流金管理運用独立行政法人は人件費削減対象で高級のファンドマネージャーの採用は困難で SWF の導入には体制見直しの可能性もある。以上のような理由から SWF は主言国以外の先進国では現在のところ少数派である。 2007年11月5日に自民党内に山本雄二前金融担当省と田村幸太郎前内閣府大臣政務官を中心に資産効果で国民を豊かにする議員連盟という日本の政府系ファンド早期創立を目指す議員連盟が設立した。当時の参加者は42人。内閣府特命担当大臣の渡辺義美は党本部の設立総会で 官民の資産をどう運用するかを検討すると述べた。ありがとうございます。